んにちは、松本恵奈です。と、たかしです。こんにちは。はい、ということで、今日はあの我が家をキャンプデビューをしようということで、この前まとめていっぱい買ってきました。ちょっと使いすぎた。いや、形から入らなかったな。そうで、あの私は別にそんな形から入るタイプじゃないんだけど、たかしはもう形から入りたがる人なので、もう使いに使ってる感じ。キャンプちゃんとやったら1回しかないもんな。私たちキャンプ1回しかやったことなくて、ほんと何揃えていいのか全然分かんなかったんだけど、とりあえず店員さんに言われるがまま買ってみました。はい、じゃあ今日はちょっとそれ紹介していこうかな。よし、とりあえずこれを膨らましてみましょう。あ、でかーい。めっちゃ、たかし身長181センチぐらい？うん、2メートルあるよね、これ。え、そんなにある？これ2メートルあるよ。これね、めちゃめちゃ寝心地いいらしいって言ってた。ノースフェイスで買ったやつな。でもノースフェイスじゃないけどね。でもノースフェイスで買ったやつだ。ノースフェイス好きやな。はい、え、なんなん？これはクッキー入れです。ピヨヨーン。どうやって使うの？なんか あ、ここか。うん、これちょっとわかんないな。あ、これやわ。さあ、やってみます。でも結構テント組み立てるより大変です。なんか出てるの？これ入ってる？全然。結構さ、なんかさ、もっとさ、なんかあったんじゃないの、この空気入れ。ちょっとこれ入ってるか？ちょっと待って。入ってなくない？まったく。あ、もしかしてこれ取らんのかな。これでやってみる。ずっとさ、はい、ずっとだって入ってなかったやつ、ずっとやってたけど空気。これ線ついたままずっと出てた。これでやってみよう。絶対入るよ。こんなんついてて入るわけないやつ。入ってるやろ。入ってる入ってる。来てる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 。よしよし。来ております。来ております。でもこれめっちゃ長ない？あと1000回ぐらいかな。なんかね、あの今回テントを選ぶ上で、なんかまず何から揃えようって2人で話したんだけど、たかしが絶対的にテントの色にこだわりがあって、なんかな、はい、そのこだわりをぜひ。こだわりか。いや、まあキャンプ場行ったらだいたいみんな同じ、あれ何色？茶色？カーキ、ベージュ、アイボリーとかが多いじゃん。アイボリー少ないし。そう、そう、同じ色がいいとみんなね、定番みたいな色のテントばっかりやから、まあちょっとうちも別に定番やけどな。うちも別に定番なんだけど、なんかね、もう絶対ノースフェイスが欲しかったらしくて、最初はね。そうです。っごい調べて調べて調べて、何日間も調べて、キャンプ1回しか行ったことないくせに、なんかあの何スノードームやったっけ。スノードームスノードーム買おうとしてて、一番ハードなやつ、ね、そう、一番ハードな丸いサッカーボールみたいなやつを買おうとしてて、いやいやちょっと待ってよみたいな、組み立てとかあれな無理やし、1回しか行ったことないのにスノードームとかないでしょみたいな感じで、とりあえずノースフェイス行って、そうやな、行ってみて、黄色やったんな。黄色、黄色しかなかったな。スノードームじゃないけどね、普通のテントがね。で、結局それもやめて、悩みに悩んで私たちが決めたテントは
のピークの普通のアイボリー。普通のアイボリーじゃないよ。そんな種類多くないからテントって。いやこれを入手するのにちょっと苦労したい。そうちょっと苦労した。普通に売ってなくて、なんか普通には売ってる。でも完売してたな。完売してた。そうでいろんなお店に調べてもらって、結局どうした？取り寄せてもらった。そう取り寄せてもらって揃えたっていう。でもテントが決まってからはもう早くて。だいたいこのベーシックトーン、なんかちょっとグレイッシュなアイボリーだから、グレイッシュなカーキ、ベージュ、カーキかベージュかみたいな感じのイエティのスツールケースと、あとあれ何下の下向きやつ。これはクーラーボックス。あ、そうそうそう。で、あとライトもなんかすごいこだわりがあったっぽくって、ちょっと私はライトオレンジっぽい色が良かったんだけど、そんな俺これこだわり持ってない。これすごくてなんかね携帯みたいにほら外れるの。だから誰かがトイレに行くときとかこう一個だけ持ってどっか行ったりとかできるんだよね。でもライトがね白なの。それがちょっと私の残念ポイント。ライト選べた方がいいよな。こう変えれるやつ、オレンジにも白にもなるやつが一番良かったんだけど、立てれるのよ。しかも良くないこれ、めっちゃ。それこれともう一個大きいこの種類と同じ種類のやつだったんだけど、私たちは、まあ、他にもライト買う予定だったからちっちゃい方にしたいかな。ちっちゃい方、そう。これが4つついてるやつか。あ、2個ついてるやつ。で、2個しかついてないやつか。そう、これはね。はい、これを買いました。アイワンコールマンのさ、でかいライトを紹介しなくていい？あ、これね、うんうんうん、あ、俺はいや、むずいむずいこれむずい、まあガスでな、ガスでめっちゃ明るいって言ってた、はい、ね、まあ一回もやったことないからちょっと不安やん。まあ店員さんがでもめっちゃ明るいって言ってたからもう明るいんでしょう、はい、なんかね、これを買ってきてくれて、包丁しか入ってないんや。そうやね。とりあえずまな板と包丁あればなんとかなるかな。包丁しかない。なんかもっとあれなんかと思ってた。もっといっぱい入ってる。入ってるわけないよ。見てみる。見てるけど。包丁ね。おしゃれな包丁。はい。まな板。あ、まな板な。そうやね。で、すごい。うん。まな板なんだって、超すごくない？これ考えられて作ってある。はい、うちのキャンプグッズはこんな感じでした。いかがでしたか？ベーシックカラーの初心者なんだけど、そう、多分見てキャンプいっぱいやってる人からすると全然足りてないやとかあるかもしれないんですけど、それはちょっとずつね、実践で、まあ、経験しながら増やしていこうかなというふうに思って。そう、机とかもまだ届いてない。買ってるけどね。そう、まだ届いてない。寝袋。そうそうそう。なんでまあ、こんな感じでした。はい。じゃあ次は本番のキャンプかな。はい。ちょっと実際使ってるところもまた YouTube で紹介しようかなと思ってるので、ぜひ楽しみにしていてくださいっていうのと、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。